稲妻イレブン GO ストライカーズ2013。モードを選ぼう。紹介するぞ。まずはじめにキャラバンだ。様々なライバルたちと対戦できるぞ。次に大会だ。ここから、そしてこれがアイテムだ。稲妻キャラバンでライバルたちを倒すと、いろんな大会が開催されるようになるぞ。次はこっち、チームだ。ここでチームに関するいろんな設定ができるぞ。その下はスカウトだ。稲妻ポイントを使って選手をスカウトできるぞ。最後はこれ、河川敷だ。河川敷に移動してチームを強化することができるぞ。キャラバンや大会で稲妻ポイントがもらえるんだ。それを使ってどんどんチームを強化しよう。さあ始めよう。